他们想跟你交朋友，所以他们帮你买。所以，谢谢。台湾の居酒屋に一人で行ってみました。まずは注文をしていきます。今回は一人ということなので、あまり品数が頼めなかったですが、とりあえず5個ぐらい注文してみました。台湾の居酒屋や食堂は洗い物があんまり綺麗にできてないところとかがあるので、まずはティッシュで拭き取ります。ビールは普通の台湾ビールもありましたが、今回は18日のビールを注文しました。動画を回していることを忘れて、乾杯もせずに飲んでしまいました。すみませんが、乾杯。どうやらお料理も運ばれてきたようです。お箸もコップと同様にティッシュで拭いていきます。お椀もお皿もちゃんと拭いていきました。生姜とお酢の強さにうってなりました。続いてはラム肉の炒め物です。こちらは150元でした。駅からお店まで歩いて1キロちょっとあったので、喉が渇いています。ごくごくと台湾ビールを飲んでいきます。今回のレストランは口コミもまあまあ良かったのと、家からそこまで遠くなかったのでこちらに決めました。台湾のお店は口コミ星5個書くとなんとかプレゼントとかあるので、あんまり当てにならず、基本全部が5個のお店は疑っています。その点こちらのお店は星4個で、星5個書くと何かしらのサービスというのはやってなさそうなので、信用はできるかと思います。こちらのハマグリのバジル炒めですが、ちゃんと塩抜きがしてあり美味しかったです。日本にいた時は自分がこうやって一人でどこかへ食べに行くということができるということは考えたことがなかったです。この生姜のもつの炒め物は食べる時にコツが必要で、息を吸った時に食べるとそのまんまお酢の匂いがきて結構苦しくなるので、息を吐きながら食べると特におえってならずに食べることができます。半分以上ビールを飲んだので、もう顔が赤いです。
斜め向かいのおじさん集団がご馳走してくれたので、ちょっと挨拶に行っています。可以叫他了，不要叫我，不要叫我了，他们都没关系啊。哎、欸，他们已经不要脸了，他已经不要脸了，我无所谓。台语听不懂。那我会讲国语，我会讲国语。中文。不是。不是不是，怎么称呼？花木。啊。花木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 。平常的花木。来一点。跟家里的报平安，人家是 YouTuber 好不好？现在听不懂，对，一万多名的粉丝在等着他的脸，你知道吗？你连一万个都排不上，他不一万多个以后的，我有两亿多，每天都有，都不会聊天，都不会聊天。你可以跟他合照吗？你要吧，不要破坏画面，照这边就好了。对呀、啊，不要破坏画面。哦，好，来，我帮你照，帮你照。然后帮你翕呢。你看我。こんな感じで知らないおじさんと記念写真を撮りました。もし。街中で私を見かけたら気軽に声をかけてくださいね。 Beauty and the Beast キャンペーンガールのお姉さん曰く、台湾ではこういったことはよくあるそうです。自分の席に戻って仕切り直しです。今度は向かいに座っている別のおじさんと目が合ってしまい、挨拶をしています。そしてウイスキーだか焼酎だか、ちょっとよくわからないものを見せられて、一緒に飲もうよ的な感じになっていますが、さすがにもう帰りたかったのでお断りをしました。反対が浮いたので帰りはタクシーで帰ります。本日もご視聴いただきありがとうございました。